皆さんこんにちは、園長の田中です。4月19日は飼育の日というのをご存知ですか？日本中の動物園や水族館の飼育係をテーマにしたイベントやトークが開催されます。今年の埼玉県こども動物園公園でのテーマはじゃん、動物の赤ちゃんです。キーパーたちが赤ちゃんのお話をしますので、ぜひご覧ください。こんにちは、キリンの担当の長島です。今回紹介するのはこちら、キリンのレンです。レンは2021年7月8日に生まれました。昼間の出産だったので、多くの飼育係に見守られながら生まれてきました。お父さんはマル、お母さんはステップです。生まれたその日に185センチあり、すでに私より大きかったです。生まれてから1時間ほどで最初のおっぱいを飲むことができました。生後3日には木の葉にも興味を示し、生後20日ごろ木の葉を食べている姿を初めて撮影できました。本当はもっと早く食べていたかもしれません。物おじしない性格で、今のキリンテラスに引っ越す時も一番乗りで部屋に入ってきました。怖がることなく新しい施設を興味津々で探検するレンの姿を見て、他のキリンたちもスムーズに引っ越すことができました。ぜひ新しいキリンテラスにキリンたちの姿を見に来てください。続いての動物はこちらです。皆さんこんにちは、最長類などの鳥類を担当している斉藤です。私が今回紹介する動物は白黒ゲリのヒナです。デンギンヒルズ奥にある白子鳩舎で3月24日に白黒ゲリのヒナが孵化しました。白黒ゲリは野生ではケニアから南アフリカに生息していて、体は名前の通り白と黒の色をしています。ヒナのうちは天敵に見つからないように体には地面と同化できる焦げ茶色の斑点があります。なのでパッと見るととても見つけづらい色をしています。その他に特徴的なところは首の周りです。まるで白いマフラーでも巻いているかのような模様をしているんです。今までは親鳥のお腹の下に隠れていることが多かったのですが、最近は1羽でうろうろしている姿がよく見られるようになりました。ヒナはすぐに成長してしまいますので、今だけの可愛い白いマフラーを巻いているかのような白黒ゲリのヒナをぜひ見に来てくださいね。